待ってたんだ。車はアメリカで生まれました。日本の発明品じゃありません。我が国のオリジナルです。キャディがお好き、結構ではますます好きになりますよ。いい音でしょう。余裕の音だ。馬力が違いますよ。一番気に入ってるな。何です？値段だ。なんでこの会社がボーイジョージなんだ？ガールジョージにすればスッキリするのに。もうパパったら古いんだ。静かに素早く関わらんな。優秀ですか。無事取り戻したければ俺たちに協力しろ。 OK? OK。 残念だったな。トリックだよ。君にはバルベルデのような国の置かれた状況が全く理解できておらんのだ。10万ドルポンとくれたぜ。ビールでも飲んでリラックスしな。面白いやつだな。気に入った。殺すのは最後にしてやる。今度余計なこと言うと口を縫い合わすぞ。それを起こさないでくれ。死ぬほど疲れてる。7時半に空手の稽古があるのは付き合えないわ。今日は休め。向こうにグリーンの T シャツを着た大男がいるんだけど、彼まともじゃないの。容疑者は男性、190センチ、髪は茶、筋肉もりもり、マッチョマンの変態だ。小銭だ、小銭を出せ。あんた一体何なのよ。車は盗む、シートはひっぺがす、私はさらう、娘を探すのを手伝いなんて突然めちゃくちゃ言い出すかと思ったら人を打ち合いに巻き込んで大勢死人は出す。挙句は電話ボックスを持ち上げる。あんた人間なの？お次はターザンと来たわ。警官があんたを撃とうとしたんで助けたわ。そうしたら私まで追われる身よ。一体何があったのか教えてちょうだい。今日は薬味だわ。支えてんのは左手だ。利き腕じゃないんだぜ。お前は最後に殺すと約束したな。そうだ大佐、助けて。あれは嘘だ。俺にとってジェニーは全てなんだ。元グリーンベレーの俺に勝てるもんか。俺だって元コマンドだ。はっ、くいっ。へえへえ、女だ、悪かねえぜ。どこで使い方を習った？説明書を読んだのよ。こんなの飛行機じゃないわ。羽のついたカヌーよ。だったら漕げばいいだろう。そんな。何が始まるんです？第三次大戦だ。口だけは達者な投資郎ばかりよく揃えたもんですな。全く笑いだ。メイトリックスがいたらやつも笑うでしょう。ただのカカシですな。俺たちなら瞬きする間に皆殺しにできる。忘れないことだ。あんたをメイトリックスから守ることができるのは俺だけです。もちろんです、プロですから。コマンド、カービィ、コードレッド、座標ね。オッケーよ。島がドンパチ、賑やかになったのだ。やっぱりやってきたか。さすがだメタリックス。コマンド、繰り返します、コマンド。見てこいカルロ。来いよベネット、銃なんか捨ててかかってこい。誰がてめえなんか、てめえなんか怖がり野郎ぶっ殺しや。コマンド部隊を編成したい。君さえ戻ってくれれば。もう会うことはないでしょう。